皆さん、こんにちは。今日は2023年4月28日金曜日です。今日のテーマは、韓国はですね、すごい発言しました。習近平の訪問に期待するよと言いました。そして、いつもですね、の話あります。中国との友好的,的な関係ですね。そして、いつもですね、 中国に対して結構友好的な発言をしました。情報が多くて少しずつ話をしたいと思います。一つ、韓国のユン大統領、バイデン大統領と会談しました。アメリカを訪問しました。韓国大統領として12年ぶり国賓としてアメリカを訪問しました。モン大統領、パク大統領の時代でしたが、 中国との関係をとても重視していたんですよ。アメリカは核兵器搭載する潜水艦をですね、韓国に派遣するとしました。また、旅国は核兵器の戦争について専門チームを作ります。定期的に核兵器について登記します。韓国政府は核兵器の製造・開発はしませんよと約束しました。 バイデンさんは言いました。北朝鮮はもし核兵器を使って攻撃したら、金正恩の政権を終わりにするよと言いました。そして台湾海峡について、両国は台湾海峡の平和を守る自由の通行を守りますよと言いました。バイデンさんは発表しました。アメリカ、日本、韓国、三カ国の付き合いが大事ですよと。 地域の安全、繁栄、平和を守るには、三カ国の付き合いが必要ですよと言いました。つまり、我々はですね、よく言いますが、鉄の三角形っていうふうに表現しますが、この形がですね、少しずつ形となってきました。これから、日米韓ですね、三カ国の軍事連盟に注目したいと思います。日本と韓国ですね、 仲良くなればなるほど困るのは中国なんですよ。もし日米韓3カ国の軍事連盟っていう組織ですね。できたら中国はもっと痛い,いんですよ。次ですね。習近平はゼレンスキー大統領に電話をしました。中国の外務省が発表して、これから代表をウクライナに派遣するよと発表しました。派,派遣する人はリーさんですね。 彼は元ロシアの大使でした。ロシアで10年間大使として勤務してきました。ロシア2というふうに言いますが、これからウクライナに派遣するよと言いました。2019年、彼はロシアから帰ってきました。しかしですね、ウクライナにいつ行くでしょうかまだわかりません。そして、ウクライナに行くのですが、ウクライナだけではないんですよ。 他の国にも行きますよという噂があります。アメリカのホワイトハウス報道官は言いました。習近平の電話に指示します。でも今回の電話ですね。平和の促進できるでしょうか話し合い、平和の促進にするのはいいんです。でも、ウクライナ側の話、ウクライナ側の利益を考えないといけません。ウクライナ側の意見を十分に聞いて理解しないと、 平和の談話をして、平和になったとしてもですね、これは一時的なものですよと、ロシア側は発表しました。中国は努力しています。できるだけ平和の形で解決したいですね。話し合いで解決しようとしているんですよ。これもおかしい話ですね。自分は戦っているのにですね、相手の領土から撤退しないんですよ。で、話し合い、平和とは言いますよね。おかしいですね。 でも、ロシア側は話をしました。で,でも残念です。ウクライナは西洋側にコントロールされています。政治と外交のルートで解決することは不可能ですと。フランス側は発表しました。または話し合いに指示しますよ。とにかく話し合いが必要ですよと。話し合いがあってからの問題の解決ですね。これがマクロ大統領、ピッキンを 訪問した成果ですと言いました。あの、これおかしい話ですね。本当に。次です。三4月26日、西安でイベントがあったんですよ。中国の外務長官、陳さんですね。そこにいて、カタフスタン、キルキス、タチキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンの5カ国ですね。中央アジア5カ国の外務長官のことを接待しました。中国と中央アジア、 5カ国外務長官サミットですね、開催しました。今回の外務長官サミットはですね、4月24日にやりましょうねと発表されて、すぐに26日に開催されました。原因はですね、この間動画でも話をしましたが、フランスにいる中国の大使ですね、発言しました、テレビで。 それの加盟した中国各国ですね。みんな主権を持つ国ではありませんと発言してしまったんですよ。これで中国政府はあわてで外交活動してですね、説明をしました。外務長官は発表しました、中国のですね。中国の立場は変わりません。中央アジアの発展、成長に支持します。みんなの主権、領土を認めますよと。 そして、中央アジア5カ国ですね、発表しました。中国の新時代、新世界、グローバル化に支持しますと。これはですね、集まって、中国はパーティーを開催して、それからお金を配るという意味ですね。お金を配るから、みんな集まってくるんですよ。そして集まってきてですね、中国からお金をいただこうという意味ですね。中国はいつもお金をですね、渡すんですよ。 お金を渡さないとみんな集まってきませんから。次です。4. 台湾の国防長官が発表しました。台湾は現在、ファイブアイズ組織と付き合っていますよ。情報の交換、提供は今でもしていますし、今まではしてきましたし、そういうふうに話をしました。ファイブアイズ組織ですが、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアとニュージーランドですね。 国際社会で情報を収集して、それから、えー、許容しているんですね。今回は台湾として初めて自分は Five Eyes 組織と付き合いがありますよと認めたんですよ。台湾の国防省はですね、最近通信設備を更新しています。もっと安全な情報交換するルートを作りますと、Five Eyes 諸国組織と安全 いつでも情報交換できるようにしたいですと言いました。これで見るのはですね、台湾はものすごい努力しているんですね。台湾にあるアメリカのレーダーシステムありますので、中国と北朝鮮側のミサイルの発射システムですね、その動きを監視できるというふうに聞いております。次です。4月26日、イギリスの外務大臣ですね、クレバリーさんですね、 海中の戦略について演説しました。これはものすごいびっくりしましたよ。話はですね、中国のことを孤立することは間違いです。イギリスは中国との付き合いは続きますよ。同時にイギリスの安全、価値観を守ります。この数年、私は思いますね。この数年ですね、イギリスはあまり中国に対してそういった施策はですね、あんまり発表しないんですよ。アメリカ、 日本、あまりにですね、オーストラリア、時々ですね、あの、ドイツ、でも主に EU ですね、発表するんですよ。大体アメリカと日本が多いんですね。対中戦略部とか、例えば防衛白書とかですね、どなど発表しているんですけれども、イギリスはあんまり発表しないですね。まあ、今回ですね、久しぶりにクレバリーさんの発言を聞いて、イギリスの国内でも そういった批判する声がものすごい多いんですよ。中国政府に嬉しい発言をしていますよねと言われています。クレバリーさんは話をしました。イギリスには3つの柱があります。なので、中国との付き合いは問題ありません。1つ、自分のことを、自分の国防,防ですね、防衛を強化すると。2、中国との付き合いは中国だけではありません。インドは太平洋ということですよ。 みんなで仲良くなって平和になりますよと。3、イギリスと中国政府交渉して、イギリスと中国だけ直接通話できる体制を作ります。お互いはオープン、平和を守るためですよと言いました。もう変な話ですね。これはあまり通じないですね。私には。で、今年2月ですね、ある組織が出てきました。中国政策に関する他国籍。 議会同盟という組織があるんですよ。代表はですね、ルークでプルフォードさんがですね、指摘しました。まあ、人権組織の代表なんですよ、実は。イギリスの外務大臣の発言に残念ですと、中国政府は国際ルール、国際社会のマナーを守りません。人権の問題もありますし、全く解決していません。なのに、イギリス政府は行動しないし、ウイグル地域の人権問題、 WTU に加盟して中国は約束も守りません。ルール違反もしていますし、でもイギリスは全く批判しないんです。そしてイギリスの保守党の元代表ですね、スミスさんも発表しました。クレバリーさんの発言は良くないんです。中国政府はこの発言を受けて調子に乗ってしまうんですよ。そしてイギリスは弱いよと思われるのですよ。 そしてですね、これは中国府、あるいはロシアもそうでしょうと私は思いますね。特に中国ですけれども、イギリスはですね、衰退した帝国と表現しているんですよ。私は思いますが、イギリスはですね、弱いか強いかではなくて、イギリスはですね、ちょっとずるいんですね。中国との話し合いとか言い合いですね、あるいは喧嘩とか衝突を避けたいだけでしょうかと私は思いますね。 そして、イギリスと中国の飛行機ですね。4月24日、イギリスの航空会社ですね。再開しますと。ロンドンから上海、毎日1回の往復続きますよ。これからですね。4月24日でしたか。イギリス側はですね、2020年1、4月、中国との航空便を止めたんですよ。2020年8月、一時的に再開しましたが、すぐにまた止めたんですね。 この間ですね、この3年間ぐらい、中国の飛行機会社は航空会社ですね、飛ぶんですよ。イギリス側の飛行機は飛ばなかったんです。中国の飛行機はですね、現在1日全国ですので、70回の往復しているんですよ。2019年コロナの前ですね、40%ぐらい回復しました。これからですね、4月24日から、イギリスの航空会社も飛行機を出して再開しますと。 少し問題があるんですよ。イギリスの飛行機ですとですね、ロンドンから上海に行くと、ロシアの上空を避けないといけませんので、距離が長いんですよ。時間もかかります。例えば、中国の飛行機でしたら、11時間ほどかかります。イギリスの飛行機ですと、14時間かかります。オーストラリアとの飛行機はですね、中東の航空便も再開しました。今は34%まで回復しました。 EU 側はですね、32%再開しました。東アジア地域は23%再開しました。これから日本側との飛行機はですね、増えると思いますよ。日本はですね、結構オープンにしました。特に、えー、そういう条件ですね、緩くしたんですよ。中国もですね、そういう入国、出国もですね、緩くしましたし、これからは飛行機の便数はですね、増えてくるでしょうかと思いますね。 中国と日本の話ですね。しかしですね、アメリカと中国の間ですね、飛行機は、飛んでる飛行機は5.4%しか回復していないんですよ。これで見るのはですね、やはりアメリカと中国の関係ですね。ある程度これで見るでしょうかと思いますね。そして、昨日、一昨日ですね、4月26日でしたが、日本でのニュースでもありましたが、中国の消防士ですね、 奥さんそれで夫婦で東京にいてですねあの観光に行きましたで奥さんは、えー、夜ですねホテルに置いて行って旦那さんはですね中国の消防士ですねラーメン食べに行くとで街でですねそういう変なことをしましたねでおかしい話ですねそれもで日本のニュースなんですけれどもその消防士はですね中国人であり中国の消防士ですね 反、まあ、容疑者と言いますが、犯罪者と言いますが。これに関してですね、中国のニュースは、あの、報道はあるんですよ。でもですね、ちょっと内容は変わりました。中国の消防士ではなくて、中国、香港の消防士となったんですよ。これもおかしいですよね。なので、中国では、やはり、あまり言いたくないですよね。中国政府にしても、中国のメディアですね。主に中国政府ですが。 中国の消防士のレベルはですね、大体これでわかるかなと思いますね。中国の消防士は元自民解放軍ですね。あるいは武装警察が基本なんですよ。一般人は消防士になりたいっていう人はそもそもいないですね。そしてなるルートがないんですよ、中国には。例えば子供が消防士になりたいですと。中国の子供はですね、その夢は持っていませんので、 消防士の仕事は誰もしたくないんですよね。まあ、大体、自民解放軍、元軍とか、元武装、警察が多いんですね。これは基本なんですよ。まあ、しかしですね、これでわかるのはですね、中国の公務員のレベルはこれぐらいですよねと思った方がいいと思いますね。まあ、厳しくですね、えー、処するとか、厳しくした方がいいと思いますね。これはあの観光客ですね、これからは増えるかもしれませんので、 これですね、やはり気をつけないといけないというふうに思いますね。日本は優しいんですよ。道はですね、聞かれて案内しますし、優しく対応するんですよね。おもてなしの文化もありますし、まあ、日本はそもそも安全な国ですから、まさにこうされるとは思わないですよね。うん、おかしいのが中国ですけれども。次です。4。4月25日、アメリカ安全保障問題担当大統領補佐官。 ヘインズさんですね。話をしました。アメリカの安全、デジタル主義に影響されていますと。中国はデジタル IT の大国、世界でトップワンレベルですよと。中国はデジタル IT 技術を現代社会に導入しました。人々の行動を監視するとは言いません。社会の安全、交通の安全のためですよと言っています。IT 技術で 自由の発言をさせないこともやっていますよ。そして中国政府は国内に使うだけではなくてこの技術を輸出しているんですよ。先週アメリカの情報機構が発表しました。中国政府は数千個の IT を運用してソーシャルメディアを経由して嘘の情報を拡散しています。また中国の良さも宣伝しています。これがですね、今だけではない これからネット社会、IT 社会となってですね、もっとひどくなっていくと予測できます。そうすると、自由の世界ですね、でなくなってしまう可能性がありますよ、という警告ですね、出しました。中国はですね、あの、人間の動きを判断して、IT ですね、あの、AI ですね、判断して、防犯カメラ、監視カメラですね、の撮影が人間の動きで、この人は誰でしょうか、と。 判断できるんですよ。ロボとかですね。まあ、AI ですが。そして、フェイス ID ですね。顔認証もできますし、この人のコードですね。家から出てきて、どこにいたでしょうか何をしたでしょうか何を買ったでしょうか全部情報ですね。把握できるんですよ。ものすごい怖いんですね。なので、中国の IT はですね、この技術を実はですね、輸出もしているんですよ。まあ、中国の 付き合いですね。基本は良くないというふうに思った方がいいと思います。次です。4月25日、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道ですが、中東の国家からの情報です。この4ヶ月ぐらいですね、イランは砲弾30万発、そして100万発の弾ですね、ロシアに輸出しました。去年9月、ロシアの企業とイランの国防省、契約しました。170万アメリカドルで、 7万4000発の砲弾を購入しました。そして3月、ロシアの船が取りに行きました。コンテナ1 0 0以上、砲弾は2000発でした。中東国家の情報ではイランとロシア、軍事の付き合いが深いですと。これからですね、一応噂では、まだ噂ではですね、イランと中国の関係が深いですので、そういう武器とか、 ですね、中国はイランを経由しているでしょうかという話もあるんですよ。これについてですね、また注目したいと思います。次です、6。これは中国政府の自慢です。人民日報ですね。2023年4月25日火曜日でした。習近平は人民大会等ですね。に出ていてあの、演説しました。外国の大使ですね、70人集まってきました。 習近平に信任状ですね、提出しました。信任状はですね、国家の首脳が自分の代表、大使、外交官にこの書類ですね、信任状を渡します。相手国の代表に渡してもらうということですね。アメリカ、日本、イギリス、フランス、韓国、ロシアですね、何だと、そういう国の首脳といいますが、代表ですね、首脳の代表、つまり外交官、あるいは大使、まあ、ですね、出てきて、 新任状ですね。習近平に渡します。習近平はそれを受け取って演説しました。中国は平和の発展をしますよ。この道はまっすぐですよ。と言ったんですよ。これはですね。明らかにこれは国王なんての宣伝ですね。外国の代表たちは皆下です。中国政府が上ですよと。と外交官。 外国人はみんな順番待ちの風景をですす。ね、撮影します本来はですね70人も集まってきましたのでみんな順番で挨拶して、まあ、そういう信任状ですね渡しますが本来はこんなことはいらないですね時間の無駄ですしみんな2時間も3時間もかかってしまうんですよこれは良くないですねでも習近平はやはりこういう写真がですね動画が大事なんですよここで一番見立ったのはですね 韓国の大使でした。え、てさんですね。信任状を渡したときに、習近平にユン大統領の伝言を伝えました。今年、ユン大統領ですね、習近平総書記の訪問を期待していますよ。ぜひ来ていただきたいと思います。中国と韓国の高級官僚同士の交流を促進できると期待していますよ。これは話をしましたね。 2014年7月、習近平は奥さんを連れて韓国を訪問しました。習近平としてはこの訪問は最後でしたけれども。そして当時はですね、パク大統領はこの赤いジャケットですね、着て歓迎しました。この訪問が終わりですね、韓国の大統領、イベントの参加もあたりとかするんですよ。合計中国を5回訪問しました。韓国の外務省が説明しました。 アメリカの首脳はですね、この間、韓国を訪問しましたし、次が中国ですよと、これが韓国の外交の管理、まあ、韓国の文化ですよと言ったんですよ。この発言はどうでしょうかと思いますね。韓国は、四大統領ですね、今はアメリカを訪問している最中であり、しかし中国でまた来てくださいと言いますね。習近平に来てほしいですと言いますね。これはどうかなというふうに思いますよね。 そして、イギリスですね。もこういう発言はあるんですが、またですね、これは本音かどうかわかりませんが、やはりですね、イギリスの外交の方針ですね、見ないといけないというふうに思います。この動画はここまでしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。